木島地区の農産物を PR するイベントが14日武雄市の武雄泉注意ホテルでありましたイベントには一般消費者や温泉旅館関係者らおよそ200人が参加しました東京の野菜スイーツ専門店パティスリーポタジエのオーナーパティシエ柿沢彩さんが地元の野菜と季節感を詰め込んだ魅力あるスイーツ作りに取り組んでくださいと話しました 参加者はメモを取りながら聞き入っていました。この後、ホワイトアスパラガスやレモングラスといった農産物8品目が紹介されました。また、柿沢さんとの意見交換会や、事業者を対象とした商談会なども行われました。このイベントは、武雄・岸島地区の農産物の利用拡大などを目的に初めて開きました。